年生が作った可愛らしい顔、これに文字を添えて、ご卒業おめでとうございますの掲示ができました。卒業の裏側には入学と書いてあります。こちらはしだれ桜で遊ぶ可愛らしい子どもたち。こちらも卒業の漢字の文字の裏は入学になっています。これは大きな大きなタンポポ、花びらに6年生へありがとうのメッセージが書かれています。花びらを裏返して、真ん中の部分を裏返すと、ようこそ1年生へのメッセージの入ったタンポポに変わりました。ちょっと立体的な花かご列車の掲示です。これには6年生のメッセージが添えられ、文字は少し膨らんで貼ってあります。こちらも卒業を裏返すと入学に、6年生へのメッセージの裏側は1年生のメッセージになっています。6年生への思いを込めた漢字一文字、これはベースだけを残して蝶々とチューリップに貼り替えました。それぞれに1年生のメッセージの入った可愛らしい掲示に変わりました。